はい、今回はね、こちら、コロコロコミック、何月号だっけ、これ9月号かな。9月号のコロコロコミックの、これ、ジバニャンとウサピョンの、スペシャル歌メダルデザインコンテスト、こちら応募していきたいと思います。まあ簡単に言うと、これを、まあ好きな感じで塗り絵して、応募して、まあ受かると、これのメダルのデザインになるよっていう。で、そのメダルもらえるよっていうやつで、当たんなくても応募者の中からその特別なメダルを、ね、何人かにあげるよみたいな、イベントです。これね、一応ね、書いてあるんだけど、こんな感じ。まあ、デザインのね、まあ、例を挙げたってこんな感じ。ね、あ、55,555名に当たるのね、受賞者含む。これは当たりやすいんじゃないか、応募さえすれば。締め切り9月30日を、もうちょっとだね。あと20日ぐらいあるかな。優秀賞は、優秀なんか書くし、優秀賞、いろいろもらえるね。妖怪ウォッチ U とか、バスターズ、赤猫、白ネギの両方もらえたりするんだ。これちょっと本気で、これ小学生とかがみんなやると思うんで、ちょっと21歳が本気で塗り絵して応募してみたいと思います。さっき紹介したね、セリアの色鉛筆で。いきます。じゃあちょっと待ってね。塗り絵開始。あ、みんな、完成したよ。やっと完成した。時間にして30分から40分くらいかけたかもしんない。それがね、こちらってねジバウサっていうね、ユニット名にしたんだけど、まあ、小袋風ってことで、完全に小袋ですね、これ。これが小袋って見えるかどうかわかんないけど、まあ、小袋の写真見て書いたんで、服とかも小袋っぽい感じの服で。髪型とかも小袋の二人の感じで、こっちサングラスで、ギターで、マイクで、みたいな感じ。で、後ろは青く優しくとかがある、あ、ん？青く優しくだっけな。うん。だから青空にした。普通に。まぁ、ちょっとね、背景こだわりたかったんだけど、もうちょっと凝ったやつにしたかったんだけど、うん。コンサート会場とかも良かったかなと思ったんだけど、ちょっと難しいかなと思ってやめた。青空にしました。本当はコンサート会場が良かったんだけどね、まぁ、いいかなと思って、青空にしました。こんな感じ。ユニット名、ジバウサ。はい、これを応募していきたいと思います。あとは続き書いてね。このメダル、俺のデザインになるかどうか、楽しみです。はい、これが21歳の本気の塗り絵です。ひどいでしょ？はい、ということで、バイバイ、またね。